この2024年7月で鹿児島県の離島である馬毛島に対する建設工事、自衛隊の仮称馬毛島基地と呼称されるその着工から1年と6ヶ月が経過したことになるのだけど、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっているよ。自衛隊の仮称馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば今年2024年の秋には完成するものとして開始されていたよな。今回はそんな仮称馬毛島基地の建設工事について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この滑走路の完成が現時点で2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられているよ。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で自衛隊の仮称馬毛島基地と呼称される。その建設工事にはおよそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたけど、2024年6月末時点でその数の6割強しか達成されていないためだね。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体でこうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではあるんだ。ことに能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称馬毛島基地と呼称されるその建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くないよな。ただし個人的には自衛隊の仮称馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまうぜ。そもそも自衛隊の仮称馬毛島基地とはいかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口選ぶ島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上およそ 12km ほどの場所に位置しているよ。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20 平方キロメートル、周囲の海岸線長は 16.5キロメートル、標高は最大でも 71.7 メートルしかなく、総じて平坦な地形となっているね。馬毛島を含む大隅諸島は、北側に日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の宗谷海峡、津軽海峡、津島海峡、宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で重要な意味を持つと考えられるぜ。急激な経済的発展を背景に軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況だからな。自衛隊の仮称馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による警戒監視や様々な工作も想定されるけど、逆に日本側も滑走路の整備により航空戦力や、港湾の整備によって海上戦力の拠点とすることが可能となるよ。現在はこうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だけど、かつて太平洋戦争時までは大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていたね。その後1950年代に入り馬毛島には民間人の開拓団が入植を行い、サトウキビの栽培や酪農を行うようになったけど、もともと平坦な道東には河川がなかったために水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻ったんだ。これと並行し1975年には当時の平和相互銀行が投機目的で馬毛島を買収したが、
それは高度経済成長の最中である日本人の余暇の過ごし方を見越し、同等に海洋レジャー施設を建設してそうした需要を取り込む意図があったらしい。ただしこの馬毛島の海洋レジャー計画は軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりにこうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起とされたぜ。しかしこの石油備蓄基地も同じ鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には右翼の人物を通じて所有者である平和相互銀行に、馬毛島を自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされたわけだ。平和相互銀行はこの話を実現すべく政界に不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行はこれを機に当時の住友銀行に吸収される形で消えたな。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行がその活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたけど、1995年に東京の立石建設がやはり投機目的でこの馬毛島開発株式会社を買収。その後に会社名をタストンエアポート株式会社へと改めたよ。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに西の表市の所有する部分がある程度で、大半が同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われるんだ。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたけど、これらも具体化することはなく、馬毛島は事実上宙に浮いた状態だったね。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えてアメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際のその艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地としてマスメディアによる報道がなされたんだ。 FCLP 空母艦載機着陸訓練とは入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたりその空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで端的に言えば搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろうな。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は1973年から青森県の三沢基地、山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は主として神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり1993年からは小笠原諸島の硫黄島で行われているぜ。しかしアメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に駐機場所となっている厚木基地から硫黄島まではおよそ 1200km、また岩国基地からも同 1400km と距離があり、アメリカ側から代替地の確保が要求されてきたんだ。このことから FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は岩国基地からであればおよそ 400km ほどと2分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より防衛省は馬毛島の活用に前向きな姿勢であることが明らかとなるよ。そこから実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までには、タストンエアポート株式会社の対応にも紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で馬毛島の買収は決着。今の仮称馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいるな。もともと在日アメリカ軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状硫黄島で実施されている FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が年2回ほどの頻度で行われている状況ってわけだ。したがって仮称馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用化可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと、期待したいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。